お、いけたいけたいけた。いいじゃん。あ、いいね。入るじゃん、余裕じゃん。はい。あ、しまった。え、あ、怖い怖い怖い。全然怖い。めちゃくちゃビビると思う。今のいい。いくよ。はい。どんぐらい入ってんかに。で、まいります。はい。皆さんこんにちは、ハラミンフェスです。今日もマックスのラニエ、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。今日も会社で上司のマックスのラニエにドッキリを仕掛けていきたいと思いますけれども、最近アップバンクで、まあ、AB ショッピングという事業が始まりまして、いろんなね食材だったりを紹介するんですよ。 AB ショッピングで紹介する用の食材は、まあ、会社にある冷凍庫にストックされてたんですよ。ただそれがいっぱいこう食材が来るので冷凍庫がパンパンになっちゃってたんです。なので新しく大きい冷凍庫を買いました。それがフェスさん、こちらです。ドカーでかーでかー、これが前までの冷凍庫。そうだよね、そうですね。この下部分だけね。そうですよね、上は冷蔵庫なんで、うん、でこれがまあちょっと一回見てみます。今回は、まあ、まだホタテとか氷とかなんですけど、これがなんか結構常時ずっとパンパンになってたんですよ。もう少し前はもうね入りきんなかったもんね、うん、そう、まあ、でこれがまあ、これコンテナみたいな感じで、200リットルらしいです。ピンとこない。ピンとこない、わかんない。200リットルですって言われても、どれくらいだろうなみたいな。わかんない、わかんない。開けてみましょうか。オープン。ジェー。おー。いや、うん、これ動画で伝わるかな、ね、これね、コンビニのやつより全然深いっすよ、うん、全然でかい。風呂ぐらい。簡単な風呂桶、はい。で、まだ買ったばっかなので、電源入ってませんし、なんかこういう緩衝材とか。まだビニールテープついたままです。今回はこれ、まあ、マックスまで届いたことは知ってるんですけど見てないんですよ。はい、はい、なので、まあ、もうどうしようかなと思ったんですけど、今回はこの200リットルの冷凍庫の中に人が入っちゃいましょう。あー、一番怖い一番怖い、ね、一番怖いでしょ。一番怖い、生き物入ってるんで一番怖いんだから。だって冷凍庫だもん確かに冷凍庫だと思ってる中に開けたら人入ってたらめちゃくちゃ怖くない。冷凍されてたら怖い。そう、冷凍されてたら怖いじゃないですか、はい、大丈夫ってなるじゃないですか。今日はそういう時、うん、俺が入ろうとも思ってたんですけど、はい、まあ、ちょっと大きいのででかいね。フェスさんがいけっかな、まあ、あんま変わんないんだけどね。ちょっとやってみつつなんですけども、はい、まあ、ちょっと皆さんにちょっとお伝えしておきたいこととしましては、ここに一旦 AB ショッピングのね今後ね食材入るんですけど、こっから皆様の お手元に届くわけではないので、ここにはアップバンクでの撮影用のがストックされるだけですので、はい、あの決してあの衛生面とかはそうですね大丈夫ですので、ご安心して食材の方ご購入ください。はい、よろしくお願いします。まあ、それに会社用とはいえ、うん、ちゃんとね、はい、袋とか引いて、はい、ちゃんとビニールとか引いてやる。はい、一旦どうします？引くだけ引いてみる。うん、引いてみよう。引いてみよう。お、いけたいけたいけた。いいじゃん。ああ、いいね。これ用だ。ちょっとビニール引き終わったんで。はい。まあ、フェスさんでしょ、やっぱ。一回入ってみて。一回入ってみよう。うん、いいね、いいね。お、いいよ、いいよ、いいよ。お、いいよ。どう？ああ、悪くない。相当入ってみたけど。はい。結構しっかりしてるわ。なんかマジでいけそうな気がしてきた。うん、フェスさんだってさ、体重さ言うて60キロ台でしょ。60キロ台、60キロ以上のものだって入るもんね。あ、そっか。そうよ、だから全然びくともしないよ、うん、え、入るじゃん、余裕じゃん。じゃあ一回閉めますよ。はい、はい、あ、閉まった。え、閉まったんだけど、え、自分で開けれます。あ、開けれんじゃん。なんだ、開けれんじゃん。あ、なんだ、なんその顔楽しい。え、楽しい、うん、いいな。一個そのなんか気になるポイントがあって、はい、開けた瞬間に顔があった方がいいなと思ったんだけど、ね、無理。それはね無理なんだよ。ちょっとやってみて無理だ無理よフェスさん。いや無理無理死ぬ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 無理本当に死んじゃうから本当に死んじゃうってダメだダメだ。ちょっとなるべくすぐパッて顔抜くわ、はい、もう一回入ってください。で村井さんがバー来て行きますよフェスさん。ああ怖い怖い怖い、全然怖い。めちゃくちゃビビると思う。今のいい。じゃあもうマックスのおびき寄せていい。あ、もう比較的すぐ来るんで。うん、頼みます。なんとだよさあ行くぞ。さようなら。村井さん、村井さん、AB ショッピングのおザ・ファースト・バイトってあったじゃないですか、はい、あれの派生版でザ・ファースト・リアクションということで、カニが
冷凍庫に届きましたので、ちょっとそれを取って、まあ、ショートで出そうかなということで、よし行こう、よし行こう。パチッ、さあ、はい、いいよ、はい、どんぐらい入ってんかに、で、いいよ、はい、どんぐらい入ってんかに、で、参ります、はい、いいよ、はい、どんぐらい入ってんかに、で、参ります、はい、ふわー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 よし、ビシ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 、カンカン感じじゃないんだよ、ビシ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 、今往復ビンタしたよ、うるせえ、いった、うるせえ、いったうるせえ、いった見えない明日を見に行こう、うらいさー、新しいのーてってー、新しい、私のカニは楽しみにしていた気持ちの回数、頭大丈夫ですか、頭大丈夫、痛かったでしょ今、まあ、関数行きましたね、うらいさん、今だけだからな、物が入り始めたら二度と入れねえぞ、いやそりゃそうだろそうですよ、だから今日やったんですよ、そう、村井さん来ましたね、冷凍庫来たんです、来たんですよ、ついに冷凍庫が来たんです、はい、風呂みたいですよ、え、本当だ、ちゃんと椅子もついてるんですよ、おいおいおい、足つるんじゃねえ、マックス、おおいい、いい、おさまりがいい、おいいじゃないですか、どうすか、あ、入れるね、確かに、うん、はい、ということでご視聴いただきありがとうございました、AB ショッピングでご購入いただいた食品はここから発送されるわけではありませんので、うん、そりゃそうそう、ね、だからあの衛生面は本当に最初も言ったんですけども大丈夫ですのでね、ぜひともどしどしご購入ください、で、AB ショッピングのリンクは概要欄に入ってますので絶対チャンネル登録してください、よろしくお願いします、ということでご視聴いただきありがとうございました、この動画が良かったよという方はぜひともチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします、 TikTok もやってますので、そちらもフォローしてください、ということでまた次のドッキリでお会いしましょう、さよなら、さよなら、原宿ユーリンアンでアルバイト大募集中、概要欄のリンクからぜひともご応募お待ちしております、原宿で一緒に働いてください。